放送席、そして会場の皆様、いやそれにしても今年も勝ちどきレッドで博多では勝ち進んでくれそうな予感であります。大勝でした。ナイスゲーム。まずは勝ち越しだ本田選手から伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、あの場面6回ですが、追いついた後ピッチャーが変わっていきなり打ちました。狙ってたんですか？もちろん打つべき球が来たら行こうかなと思ってました、はい、で結果は最高の形になりましたね。まあ、ちょっと打球が速すぎたんでショートが取れなかったんですけど、まあ、松田さんがよく帰ってくれたなと思いました、はい、そしてスタンドの雰囲気が最高潮に盛り上がりました。あの時の本田さん、気持ちちょっと教えてください。まあ、久しぶりのタイムリーヒットだったので、すみません、観客の皆さんは見てなかったです。もう自分自身でいっぱいいっぱいでした。いや、それにしても今年のこの2014年度版勝ちどきレッドでの初勝利、ユニフォーム似合ってます。気分いかがですか？ありがとうございます。いや、もうこの赤はですね、2010年も、リーグ優勝の時来ましたし、まあ、勝ちどきレッド2014ということで、やっぱり、まあ、チームのためにね、会社をはじめ営業さんの方がね、全力を尽くして、やってくれましたので、選手はもうこれを着て、勝つのみです、はい、今月はこの真っ赤なユニフォームで戦うということだそうですが、はい、さあファンに向けてここでちょっと力強い決意をまず聞かせてください、はい、このユニフォームの時は、もういっぱいもせずに、全勝、まあ、昨日ちょっと負けましたけど、これから全勝していきたいと思いますので、ファンの皆さん、熱い声援よろしくお願いします。ありがとうございました。まずは本田選手でした。で、本田さん、ちょっと待ってください。やっぱりあのヒットっていうのは前の人が打ったものに乗せられたっていうのはあったんじゃないですか？今から言います、多分。まあ、はい、そうですね、なんて言ったらいいんだろう俺、まあ、松田さんが、しっかり打ってくれたんで、まあ、勢いのまま行かさせてもらいました。やっぱりそうですね、はい、ではやっぱりこの方を主役ですね、お呼びしましょう。マッチ松田選手です。2本のタイムリーヒット大活躍でしたが、松田さん、はい、石田同点のチャンス6回の裏、ワンアウト三塁、どんな気持ちだったんですか？いや、緊張しました、はい、でもやっぱりランナー三塁だったんで、とにかくランナーを返すことだけを意識して打席立って、まあ、いい結果が出たんで嬉しかったです、はい、よく言うじゃないですか、ああいう場面は外野フライでいいんだ、そんな感じだったんですか？そうですね、最低外野フライでもいいやぐらいの感覚で打席立ったんで、まあ、外野を超えてくれたんで、もっと良かったと思います。超えた時の心境は？ああ、よかった、嬉しかった、その2つです、はい。で、松田さん、あの攻撃に行く前に6回の表の守り、ワンアウト満塁、絶体絶命のピンチ、飛んできたライナーを飛びついて掴みました。ファインプレーでした。 ありがとうございます。まあ、ファーストさんが、初回からもう本当に、いいテンポで、粘り強く、ピッチングされてたんで、何としてもこう勝ちを、ね、つけてあげたかったんで、まあ、自然と、体が動いたと思います、はい、ということはその自然に体が動いたあのプレーが逆転劇を呼んだ、そんな気がするんですが、バッティングにもつながったんじゃないですか？そうですね、今思うと、それが大きかったんじゃないかと思います、はい、ということは打ってよし、守ってよし、最高の一日になりましたね。そうですね、本当に、勝つこともできましたし、いい一日になりました、はい、さあ本田選手はこの赤で勝ち続けるんだという決意を述べてくれましたが、最後にマッチ締めてもらっていいです？はい、日本上がって、マッチ君こっち上がって、皆さんワンツースリーマッチで締めたいと思います。お立ちください。ありがとうございました。
今日のヒーローは同点タイムリーの松田選手、そして勝ち越しタイムリーの本田選手、お二人でした。では放送席どうぞ。松田選手にそれぞれ